これね、黄金伝説だとね、この竜は池に住んでんだけど、うちらこの洞窟から出てくることにしてるんだよね。で、これ、うちらといえば遠近法ってさっき言ったけど、この遠近法を強調したいがために、ここに変な刈り込み入れてんだよ。だからこの、地べたの遠近法は、ここが中心になってんだけど、竜は、ここからこう、三角形に出てきてるよね。だから暗い、地底の暗闇から出てくるんだよ、竜は。で、ゲオルギウスの方は、この雲の、この中心のなんか神の目みたいなところからこう、パースが来てるでしょ。だからこいつは天、天の光から来てるわけだよ。地の闇から出てきた悪魔と、天の光から来た白馬の騎士っていう、そういう対比で描いて、しかもこう、消失点がこうと、こうと、こうっていう、こう、ダブル三角形の構図で書いてる。構図的にはだからもう完璧なんですよ。そうですね。だけどそういうことばっかり熱心になるから、もう人がおろそか。もう、ほぼ無感動に、無感動に王女が。それでこれ退治してるんだけど、もう繋がれてるっていうね。そうですね。うん。で、こういうの、まあ、維持同図法って言うんだよ。異なる時間の流れを一枚の絵の中に描くって。他になんか気になることないか。まあドラゴンが馬と同じサイズですね。うん、というと？いや、もっと大きいの小さいの？いや、竜はもっと大きいのかな。ああ、なるほど。オッケー、竜の大きさな。はい、あと羽になんか丸い、これだろ、模様がありますよね。これだよね、はい。俺はこれが気になったんだよ。はい、このなんか戦闘機の翼に、イギリス軍、第二次世界大戦中のイギリス空軍の戦闘機みたいになってんだよ。これ不思議で、この聖ゲオルギウスと竜って山ほどいろんな人が書いてるんだよ。だけど、この同じ時代の、画家、クリベリの竜なんかは、ないんだよね。ないですね。ないだろう、はい。クリベリの竜にはさ、生殖器がついてるって、これはこれで珍しいんだけどな。確かにないですよね、普通。ついてますね。馬にもあんだよ。あ、本当ですか。ここでクリベリはクリベリで珍しいんだけど、もうこの丸はないと。なんだけど、ウッチェロは一貫して丸描いてんだよ。で、ウッチェロのこの聖ゲオルギウスと竜って、これ一枚だけじゃなくって、これが1470年頃なんね。これ40年ぐらい前にも、から書いてるんだよ。これが1430年頃に、ウッチェロが書いたやつで、これ今のパリの、ジャケマール・アンドレ美術館っていうところにあるやつなんだけど、こう。ありますね。あるだろ？はい。で、そのちょっと後に書いたやつで、これ今オーストラリアのメルボルンのビクトリア国立美術館にあるんだけど、ちょうどこれとこれの中間ぐらいの絵なんだけど、あるだろ、はい、ウッチェロだけが丸があるんだよ。これなんだろうと思って、もう必死で探したんだよ、俺。他に描いてるやついないかと思って。いたんだよ。多分これよりね、ちょっとだけ先、ほぼ同時代の画家に。これを見るとわかるんだけど、これは模様じゃなくて穴なんだよ、本来。だから、ウッチェロも最初の時点ではこれ穴っぽく描いてんだよ。だんだんめんどくさくなって、ただの丸だったり、輪っかになったりしていくんだけど、本来これ穴なんだよ。多分こいつじゃないかと。で、これはじゃあ誰かっていうと、この人はですね、ベルナト・マルトレっていう人なんだよ。で、この人はスペインの、だから非常にバルセロナで活動した画家なんだよ、15世紀の前半にね。で、まあ、いわゆる国際ゴシックって呼ばれる時代の人なんだけれども、ほとんどバルセロナでしか活動してないのに、この人の影響を受けたとしか思えない絵っていうのが、なぜかイタリアにたくさんあることで有名な、そうなんだよ。ウッチェロ以外にも、ピサネッロとか、このマルトレにそっくりな絵を描いてるイタリアの画が結構いるのね。だから何かしらこのイタリアと、関係のあった画家だろうと言われてるんだけど、多分、
ここから来たんだよ、ウッチェロのこの模様っていうのは。元は穴なんだよ、これ。で、じゃあこれウッチェロ以後にいるかって言ったら、以後もいないんだよ、ほとんど。これもまた必死で探したんだよ。ギリあったのが、ルーベンスだったんだよ。ルーベンスの竜すごいんだけど、ここにさ、ちょっと見えにくいから翼のとこアップにしてみたんだけど、ここに一応穴があるんだよ。ありますね。これぐらいなんだよね。穴っていうのはどうも、そういう竜の翼には穴があるという一派がいたらしいということで、なぜと言われるともうわからないという。ことなんだよね。